5枚合板ねまず5枚合番って誰でも最初に買ってもおかしくないようなもうスタンダードラケットだからもうこれ使ってる人はこれだっていう断定はできないんだけどもめちゃくちゃ強くてもう何十年もやってますよって人で5枚合番使ってる人これ頑固だねめちゃくちゃ頑固もうあらゆるタイミングで冒険はゼロ絶対にマクドナルド行った時はこれダブルチーズバーガーね 友達から「他の頼めば?」って言われたら「5枚合番見せてくるよね」あこの人頑固なんだっていうずっと同じラケット使っててもう愛してるんでそのラケットの話聞かれたらいい部分しか言ってこないめちゃくちゃ一途それかその逆で全部一周回ってきて「5枚合番です」っていうパターンもあるよねこの人はもう達観してるねすべての卓球人の上にいる存在神。 7枚5番ね。さっきの5枚5番に板2枚足して少し弾むようにしたラケットなんですけども、これ使ってる人はね、とにかく力強いね。もう普通に。これはもう普通に。まず7枚5番っていうのはもう純粋に重たいんですよね。板2枚プラスしてるんで。もう普通に力持ち。多分力こぶでかい。卓球の練習とかそういうの置いといてベンチプレスしてる。サーブ練習よりも、卓球練習よりもベンチプレス。チーム内のランク戦より、練習試合より、 大会よりベンチプレス。 ALC ねアリエートカーボンの略で木と木の間に軽くて弾むカーボンが入ってるラケットなんですけどこれはねどのラケットとかじゃなくて掃除で大体の ALC の横からピロピロってねカーボンが出てくるんですよね紐みたいなこれ何ヶ月も使ってると出てくるんだけどもこのピロピロが気になりすぎて永遠いじってるねもう試合中でもいじってるいじりすぎて相手のサーブ何出したかよく分かってないのにレシーブする末期になってくるとねいじっていじって全部カーボン抜くね だからもう結構使ってるなっていうティモボール ALC の人のラケットよく見たらもうほぼティモボール W5 だねもう板のみ。 ZLC ねこれはザイロンカーボンの略でさっきの ALC よりも硬くて使うのは難しいんだけど使いこなせば反発力もあるからパワーも出るっていうね上級者用のカーボンラケットですねまずこれもね出てくるカーボンをいじってるのはあるんだけどもこれ使ってる人はねとにかく卓球にやる気ある人だねまず ZLC がめちゃくちゃ高いんでその時点で卓球に金かけてんだよねその時点で強いか弱いかは一旦置いといてやる気あるね卓球好き自分の ZLC 愛しすぎて家のベッドで寝るとき横に ZLC 置いて布団かぶせてあげて毎日寝てるで多分だけど卓球も上手くなる MKC ねこれはマルカゼカーボンの略なんですけどもうーんそんなのないバイチャイチャン